こんにちは、歴史と陰謀チャンネルです。今回も相変わらず治安の悪い話をしていこうと思います。今回は誰もが知っているようで意外と知らない黒船についてお話しいたします。あのおっかない黒船が実は結構見かけ倒しの側面もあったという点に注目してみたいと思います。さて、黒船は突然に現れたというわけではなく、いわゆるペリーの黒船の何十年も前から異国船の出没は徐々に増えていました。黒船来航の50年以上昔から儒学者の藤田幽谷などは外国の襲来を警告していましたが、毎日が平和だと危機感を持つのは簡単ではありません。夏休みの宿題にギリギリまで手がつかないようなものでしょうか。徳川幕府は江戸時代初頭よりオランダと交易を行っていました。そしてオランダ風説書きなる世界情勢のレポートを毎年提出させていたのです。さらにこれとは別ルートで別段風説書きなる秘密文書も入手しており、ここにペリー来航に関する情報が事前に記されていたといいます。ペリーさんの蒸気船は突然現れたのではなく、幕閣は事前に来航を知っていたのです。しかし徳川にとってオランダからしか情報を得ない伝統は大きな弱みとなりました。オランダ当時のネーデルラント連邦共和国がフランスに占領され、ほとんどの領地を失い、もはや欧州で力を失った際にも、彼らはこれを江戸幕府に隠蔽したのです。長崎の出島がオランダの出張所のようになっていたのですが、オランダの本国自体は1795年にすでになくなっていたのです。そしていよいよペリーさんが襲来するわけですが、あの恐ろしい黒船の技術水準について触れてみようと思います。こちらは黒船のミシシッピ号ですが、当時の黒船の技術は200数十年のぬるま湯に浸かった日本よりははるかに優れていましたが、悪魔のように恐れるほどの代物でもなかったとも言えそうなんですね。まずは黒船のあの黒々とした船体ですが、あれは黒い方が強く見えるから黒く塗っているだけで、実は木造船です。決して別次元の存在ではなかったのです。こちらは黒船のサスケ花号ですね。そして黒船の象徴ともいえるあの黙々の蒸気、初めて見た時は皆さんも驚かれたと思いますが、あの蒸気もただの威嚇です。ペリーさんの艦隊の大半は帆船でしたし、当時の技術でははるか日本まで蒸気機関で航海することはできませんでした。だからペリーさんの黒船は蒸気船と帆船のハイブリッドなわけですが、日本にたどり着くまでほとんどの期間は帆を張って風の力で来ているんです。日本に近づき湾に差し掛かった頃を見計らって怖がらせるために黙々と蒸気機関を活用したのです。第一、当時の欧米一等国と二等国の日本に天と地ほどの差があったわけではなかったということは、薩英戦争の結果を見ても明らかです。この戦いは引き分けとされていますが、イギリスの死傷者63名に対し、薩摩は市街地の一部が消失したものの死傷者は19名であり、イギリス軍艦は大破1隻、中破2隻です。当時の英米ではイギリスの方が圧倒的に格上、超大国のイギリスは日本の地方領主との戦いで大恥をかかされたのです。太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も寝られず、ペリーさんの黒船は日本の技術を大きく超え、湾内から江戸の町を砲撃されては確かに脅威ですが、ここまで見てきたように意外と見かけ倒しなところも多かったようですね。しかし黒船以降の日本人は戦後の混乱期まで含めて100年以上本当に苦労することになります。平和な時代に生まれた我々は実に幸運であったと言えるでしょう。しかし平和というのはある日突然終わりますので、今のところはということになりますが、
ということで、今後も歴史や時事ネタに隠された陰謀や宗教、オカルト、神秘主義など怪しげな情報発信をしていこうと思います。少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録などしていただけると助かります。本日はここまでです。またお会いしましょう。おっと、誰か来たようですね。